しかし驚きましたね。田中がしかし従って前目の位置。横山1対1同点。さあこれで状況はイーブンというよりちょっと日本優勢。横山来い逆転、日本逆転。横山久美5試合連続またしてもピンチを救いました。何人抜きましたか今。これはすごいですね。マラドーナもびっくりの5人抜き。いやもう、そして何よりかにより日本逆転。冷静です横山。